チーズケーキしかないんです。じゃあコーヒー本日の自家焙煎のホット赤いね。はい。チーズケーキでお願いします。はい。自家焙煎のホットコーヒーとチーズケーキですね。はい。お待ちください。いいです。ありがとうございます。まあ、なんだよこれ。すごい美味しい。お口に合ってよかったです。まだまだ試行錯誤なので。こんなのみんなの口に合いますよ。そうですか。明日の私の口にも、明後日の私の口にも合いますよ。そうなんですね。はい。絶対。
ばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。ブラジルのホットコーヒー、はい、とチーズケーキ、ありがとうございます。いつもここで夕飯作るためのパワーが足りなくなるんですよ。え、それで昨日も何もしたくなくてフラフラしてたら看板見つけて。ああ、そうなんですね。あ、そうですね。パワーのご褒美っていうより、もう一踏ん張りのための前祝いって感じか。前祝い。別に何も祝ってないから。いいですね、まいまい。ありがとうございます。なんか昨日とまた違う。二日目だから馴染んだのかもしれませんね。あ、私がこちらに。あ、いえいえ、チーズケーキが焼いて二日目なので。あ、やった。こんばんは。職場の先輩です。いらっしゃいませ。もう。すみません。ああ、どうぞ。ごめんなさい。あ、うん。いいんですか。うん、そんなに頼まない。注目したことがないですよ。だからここのチーズケーキ食べてみてほしくて。なんか緊張しますね。大丈夫ですよ。そんなによくわからないです。ここは確実にわかりますから。コーヒーでいいですよね。じゃあコーヒーとチーズケーキ一つずつお願いします。かしこまりました。
わざわざこちらの方まで来ていただいて。いやいや、一つ食べきれるかなと思って。え、いつもこれ夕飯も食べる？いや、食べますよ。食べないんですか？この時間に食べちゃったら、家帰って酒飲んで終わりかもしれんな。へえ。え、これから家帰ってご飯作るの？うん、そうですね。いつもは一回猫のご飯に家帰って、ご飯炊いてから家出てくるんですけど。見てない？さすがに炊飯器なんで。違う、猫。猫がご飯を食べるの見てなくていいの？見てても食べないよね。今日は何作るの？あ、あれ作ろうと思って、あのアメリカのボテッとした、これでもなかなか落ちてこないじゃがいもの料理あるじゃないですか、映画とかによく出てくる。分からない。昨日フレンズ見てたら出てきて。まだ見てない？まだっていうか、またですね。ずっと見てない。そうですね。なんで？なんで？習慣だから。習慣？いや、
カレーってありましたよね。あ、ございます。カレーください。こんばんは。こんばんは。昨日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかちょっと胃が疲れてて大丈夫ですか？ああ、全然。
茶と一緒もまた美味しいですね。ありがとうございます。もしよかったら、お包みしましょうか。また明日の朝にでもね。いただきます。チーズケーキあります？ありますよ。じゃあお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はお飲み物はコーヒーにします。わかりました。お願いします。ここは定休日はないんですか？やってみてます。大変ですね。もう少ししたら定休日決めるつもりですので、またお知らせしますね。ありがとうございます。あ、そっか。でもそしたら毎日来れなくなっちゃうのか。そうですThank you.
か。どうかしました？あ、なんか景色が違うから、なんかあれかもしれないと思って。あ、すいません。なんだろう。すいません。大丈夫です。
もう一度焼きます。